踊れないっていう風な宣告をされた気分にはなりました。最初すごくつまずくようになってしまって、ただ足が重たくなっているだけかと思ってたんですけども、座っているのが辛くなってしまうくらいにちょっと痛くなっていったっていうのがあります。まあ、痛い中でずっと我慢をしていました。自分が我慢していることっていうのは割とみんな我慢してるんじゃないかっていうふうに思ってたりとかしたので、当時教えていた生徒さんがもう絶対に病院に行った方がいいっていうふうに背中を押してくださいまして、家族ももちろんそういう痛々しい姿を見ていられないみたいなところがあって、もしかしたらもう一度お稽古ができるかもしれない。実は手術の次の日にもう泣きました。自分の想像していた痛みっていうのがなかったです。びっくりしました。痛めてしまったところが治ったらこういうことがまた再びできるんだっていうふうな自信にもなりました。生まれ変わった足っていう感じだとちょっと大げさかもしれないんですけれども、せっかく新しくなった足なのでまた元気な時間を取り戻せたっていうふうな感謝の気持ちを持って過ごしています。